おはようございます。めっちゃ寝ました。はい、そして絶賛むくんでおります。はい、ということで本日はゴールデンウィーク最終日なんで何をしようかな、予定は特にないです。そして森達がね、お昼から野球観戦に行くということで僕一人になっちゃいます。はい、一人のゴールデンウィーク最終日ということで最後のチートデイやろうかな。はい、やります。イエーイ。もうここまで来たらね、一緒ですよ。もう今日始めるのも明日始めるのも一緒なんで、気持ちをしっかり切り替えるためにも今日は好き放題食べて締めくくろうと思います。はい、その前に天気がいいんでちょっと筋トレしようかな。重た、重たい。1キロのご飯でございます。こう見るとかなり多いです。この上に牛肉を乗せて食べたいと思います。ちなみにすき家のキングのご飯の量が 780g らしいです。お肉の量が、500g ぐらいらしいんで、今から食べる量はね、キングよりはるかに多いです。そしてまだご飯余ってます。チートデイ開始。こんなんサムネじゃないですか。めっちゃサムネ映えっすね。いや、もうドンといっちゃいますか。はい、ドンといっちゃいます。完成しました。めちゃくちゃうまそう。そしてすごいボリューム。総重量に関してはね、1.6kg、1.7kg ぐらいあります。いやー、これはマジでうまそう。これはやばいでしょう。見てください。この顔と比較してもこのサイズ感ですよ。いやー、ハイボリュームなご飯です。食べるときは食べて、やるときはやる、はい、この切り替えが大事なんで今は食べるときでございます。いただきます。まずはお肉から。うわ、やっぱうまいわこのお肉。やっぱ美味しいお肉は違いますね。もう食べた瞬間のね、食感が違います。やべえ。うん、ご飯が少し硬い。うん、スプーン使います。うまっ。うん、減らねえ。食べても食べても減らない。また全然お腹いっぱい感はないですけど、僕食べるの遅いんでね、ちょっと食べるのに疲れてきますね。こんだけ量があると早食いではないんでね、 YouTube でも見ながらね、だらだらと食べたいと思います。まあどこまで食べれるかわからないですけどね、はい、どのぐらいでお腹いっぱいになるんでしょうか、果たして。うん、結構食べました。4割ぐらい食べたんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあまだ食べれそうですね。はい、奥義リンゴ酢です。ザー、どこでしょう。リンゴ酢かなりさっぱりすると思うんですけど、うん、リンゴ酢入れたらかなり食べやすい。めっちゃいい感じ。こんなはずでは。はい、最後の一口になります。もうちょっとお腹がかなりすごいですね。はい、いい感じに出ました。はい、もう最後の一口なんですけど、ちょっとラストスパート、最後ね、ラスト2割ぐらいになった途端急にね失速しちゃいました。まだ食べれるんですけど、
あんまり食べたくないなというちょっと嫌悪感がね出てきて、ゆっくりゆっくりだらだら食べててね、気づいたら充電も切れてました。はい、まあでも最後の一口まで来たんで最後締めくくりたいと思います。やっぱ大食いってね、やってみて思うんですけど、まあある程度の量までは、まあ、大体の人食べれると思うんですけど、急に来るんですよね。急にきついところが来て、そこからはねもう食べたくないんですけど無理やり食べるっていう感じになっちゃうんで、やっぱその手前まで食べるのが一番幸せなのかなっていう風に感じました。はい。ということでね、僕多分牛丼のキングぐらいがちょうどの量やと思うんですけど、まあ、今回それにねさらに増やしたということで、ちょっときつかったです。はい。しかしもう最後一口ねいただきます。うん、ごちそうさまでした。いやー食った食った、すげえお腹。あー、力を入れたらまだなんとか割れてます。 68.2、 やーべえ、めっちゃ増えた。食べてお腹いっぱいになって2時間ぐらい寝ました。そして今お風呂に入りました。いや今日は何もしてないです。ダラダラとした1日ですね。はい、ということでまたしてもお腹空いてきたんで炊飯器の残りを全部入れました。これ量にしたらね 800g ぐらいです。はい、お昼食べた量よりは少ないです。そして今から、上に乗せるのはサバ缶でございます。これサバの味噌煮と醤油煮でございます。ドン、うぅ、こんなん絶対うまいわ。いやお昼はお肉を食べて、夕飯は魚ということで、めちゃめちゃ贅沢。うん、はい、いつもプロテインとオートミールしか食べてない男にとってはもう最大の贅沢ですよこれは。とりあえず一缶ずつ入れました。はい、まあ、とりあえずこれで食べようかな。はい、これで食べたいと思います。これは絶対うまいですね。いただきます。うん、あー、サバの味噌煮がうまい。うん、ご飯に合う。はい、ラスト一口です。いやちょっとお腹パンパンになりましたね、さすがに。うわ、食った、やべえ、もうパンパン、もう張り裂けそう、マジで。うわ、これはやばいぞ。69.7、 やべえ、約70キロ。明日より減量スタートしたいと思います。はい、本日の日付は5月8日でございます。ゴールデンウィーク最終日でございます。このゴールデンウィークの間はねもう食べっぱなしです。ずっと好きなものを食べておりました。そして今日最終日ということで、まあ、一番最後はね、まあ、クリーンな食事をお腹いっぱい食べました。最後の最後にね、まあ、お腹いっぱいこうやってね満腹になれたということで、もう悔いはありません。こっからしっかり切り替えるのみです。はぁ、もう正直ね、こういう動画を何回撮っているんだろうというぐらい何回も撮ってますよね。もう皆さんもね、この姿何度も見たと思います。はい、僕はこういう人間なんですよ。6月までにはね、バキバキの体をお見せできると思うんで、またベストなコンディションをね、作り上げて皆様にね、お見せできると思うんで楽しみにしていてください。また本気で頑張ります。はい、頑張ります。